皆さんこんにちは、今日はですね、なんと簡単金継ぎ、金継ぎをしに参りました。先々週ぐらい、ちょっと前にお友達 あのブランドコンサルティング、あ、違うリブランディングブランディングディレクター、あ、ブランディングディレクターのひーちゃん肩書き覚えられないひーちゃんにお誘いいただいて、前回一回金継ぎをやらせてもらったんですよ。ですごく楽しかったし、あのもっとさらにうちにはまだ欠けてるものがいろいろあるぞと、いろいろやりたいということで、あの皆さんも結構興味ある方多いかなと思ったので、今回はあの表参道にある食器のおむすびさんというお店があるんですけども、そちらの開催されているワークショップさんに参加させていただいて、今日は金継ぎをやりたいと思います。ひーちゃんよろしくお願いします。お願いします。先生こんにちは今日教えてくださる先生です。萩原と申します。よろしくお願いします。萩原先生よろしくお願いします。お願いします。今日私3つ持ってきました。はい、かけたやつですね。 パカって割れたんじゃなくて、こうかけちゃったみたいなやつ。そうですね、はい、うん、と同じようにかけたコップ、はいはい、とパックリいった、はい、フォークですね。はい、です。じゃあ早速始めましょう。はい、お願いします。大体器は欠けと割れとひびっていうのがあるんですけど、うんうん、はい、あのその3種類あのやり方がちょっと若干違ってきます。で、まあ、この場合あの欠けた部分に、はい、あのヤスリで傷をつけていくんですね。なるほど。こういったヤスリで、あ、これで、はい、ガリガリ傷をつけて、はい、ぜひやってください。はい、こういうような感じで、はい、で、なんでわざわざ欠けた部分にまた傷をつけるのっていうと、はい、ここにあの、うんうん、こういったパテをつけるんですね。なるほど。はい、パテをつけて、パテの付きが良くなるために、うんうん、あのわざと傷をつける。ああ、わかりました。ギュッと入りますもんね、はい、傷がある方が。使っててまた取れちゃうとか、うんうん、そういったことがないように。はい。わかりました。で、そのパテの上に今度金を入れるということになります。うん、なるほど。いわゆるここが、うんうん、もしここにただ金を塗っただけだと、うんうん、洗っててすぐ取れちゃうとか、あ、そうかそうか、そういったことになってきますので、わかりました。こっちの上だと取れないですね。はい、ガラスも一緒です。へー。で、こうやって傷をつけて、はいはいはい、それであの同じくパテをなるほどここにつけていきます。はい、欠けてるものはそうする。はい、パックリいったこの人は、でパックリいったこの人はこちらの、接着剤で、あ、接着剤で、はい、これをつけて、はい、はい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 、という形です。なるほどです。じゃあ先生どれからやればいい。じゃあ早速はこちらの欠けから削っていきましょう。はい、私前回も一回やらせてもらったんですよ。はい、でもちょっとだけまだ指が覚えてるんですね。迷いが、もともと性格的なものもあってあんまり迷わないタイプですねなんかガラスを金継ぎできるとは全然知らなくて、はい、嬉しい。そしたらパテを塗るんですけど、うん、その前に、はい、今あの削った削りカスとかがついてるんで、はい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 、それを、アルコールで拭いてあげると、はい、確かに細かい粉がいっぱいついてそう。はい、はい、じゃあこれでちょっと押し付けてもらいます。あ、なるほど、これ前回やらなかった。これ新しいテクニック。このラップで形を整える。あ、これで、はい、押さえて、押さえ上に乗っけていいんですか。そうです、大丈夫です。はい、でそれで、うん、こういうとこにみんな形を整える。あー、なるほど、はい、そうやって整えるんだ。はい、こうして、じゃあこれはこれで、はい、また乾くのが乾かですね。はい、じゃあ一旦これ今度こっちですね。こっち、はい、パックリいきました。しかも買った初日に、買った初日に友達にこれでケーキかなんか出して食べようとしたら人差し指にパキってなってえーって買ったばっかり。さっきと言ってた、切りましたね、多分。はい、はい、来ました。そしたら今度は
接着剤をつけて、はい、先生これってか簡単金継ぎじゃないですか。それはそうですね、簡易金継ぎですね。普通の、はい、いわゆるよく言う金継ぎと、はい、この簡単金継ぎっていうのは何が違うんですか。ですね、本金継ぎっていうのと本質金継ぎっていうのと簡易金継ぎっていうのがあって、あ、いっぱいある、うん、で、あの本金継ぎっていうのはあの天然の漆を使って、うん、で漆と小麦粉とか、あと米粉とか、それを混ぜると、はいはいはい、あのそれが糊になるんですよ。なるほど。縄文の時代から使われたっていうところなんですけど、縄文の時代からすごい。それで最後にあの金で巻くと、うんうん、純金の本当の金で巻くというのがあの本金継ぎなんです。こういったあの樹脂でつけて、うん、で最後に金を巻いて処理するっていうのが本質金継ぎになります。でいわゆる簡易金継ぎっていうのは、はい、あのいわゆるこの樹脂で、はい、あの樹脂の接着剤を使って、うん、はい、それで最後に合成の漆、うん、あ、合成の漆と、はい、それと真鍮の粉を混ぜて、それで金に見立てて、なるほど、これが簡易金継ぎ。簡易金継ぎ、おむすびさんのところで、あの簡易金継ぎのセットもこういう感じで売ってらっしゃるそうで、あのホームセンターで一個一個探すの大変だわっていう方はもう全部必要なものが入ってるっていうのがあるので、よかったらこちらを使ってもらうと簡単にお自宅でできると思います。ちょっと10分ね待たなきゃいけないから飲みますねえ手元が狂わないぐらい、はい、もうそろそろいい、そしたら大丈夫です。はい、これをくちゃっていっていいですか。まず接着して、はい、それでそこをこれで止めると、はい、いきますね、はい、先生、せーの、あれ裏表間違いないですね。逆やってみていいですか。はい、間違えてた、こっちだ。そうですね危ねえなんか危ないなと思ったね。楽しいですか。顔が…ってないそれ。ってないそれ、顔が…やっぱ一人じゃできないかも、これ、うんうん、てか、しかもね、何人かで集まった方が楽しい。確かに確かに、うん、前はね、ワークショップ大勢でやったんだけどね、うん、それも確かに楽しい、うん、で、ここをあのズレがないかどうかだけちょっとチェックをお願いします。あの、そっちの部屋に目視でやろうとして目で見て大丈夫です。すごい3人がかりでそうですね、はい、こういうなんていうんだっけ。で今度ボケ順番にやるバケツリレーバケツリレーですか。あ、靴下確かあ、はい先生ありがとうございます。結構ドキドキするかもこれやるので、まあ、もちろん削りすぎたらまた足さなきゃいけないんですけど、あ、そっかそっか、で、ある程度になったら今度、耐水ペーパーに切り替えますので。あ、なるほど。これちょっとやってみてます。あ、はい。で、あの刃が前の方についてるんで刃じゃないとこでやってたかも。こうねそうです、そこに刃がついてるアホなのかな、私工作教室っていうのに通ってたんですよ。なんか一個ほとんど記憶ないんですけど、一個だけ覚えてるのはなんか近所から葉っぱとかいっぱい拾ってきて、その葉っぱ？葉っぱ？葉っぱね。はい。葉っぱ？葉っぱやばいですね。そう、葉っぱの型取りをして、それを型に起こして、なんか色を塗ったりとかして、それを組み立てたりとかして、なんか葉っぱのなんか。かたどった何かとかなんかよくわかんない、なんかそのの作ってました、なんかいろいろやってました。そこ絵も描く教室だったから絵も描いたりしてて、あのそれはもうほんとなんか油絵とかもやったし、いろんなのやってました。でこんなもんかな、よっ、まだまだな感じですか。まだまだちょっと待って、その前指をこうやって吸っていくんですね、はいはい、でそうすると岩が、あのここ盛り上がりの違和感が出てくるんですよ。ちょっとやってみてもらいます、はい、あ、盛り上がってますね。出てますよね、はいはい、で基本的には、まあ、ここをやってるのと同じ感じにしていくんです。じゃあ、あんま盛り上がってない方がいい。はい、
ました。でさらにそこにあのこの状態で漆 の, あの少しの盛り上がりが入る。あそうか、じゃあ逆にちょいへっこみぐらいでもいいぐらいってこと、そのぐらいでも大丈夫ですね。ただあまりへっこみすぎちゃうとほどみっともなくなるので、だから同じぐらいが一番いいんですよ。みっともなくね、あ、いや、そう、品質の感じがするからね。ふわふわふわ、その人らしさが江戸っ子が、ただ、あの、なんだろう、生態がないんで、あ、そうか、まあ、そこで、そうなんです、確かに終われても構わないんです逆にね、言ったらね、はい、そっか、オリジナリティですね、はい。こう回してます。日にち間違えてた人です。明日やと思い込んでた。すごい明日バタバタでさあっちや、あっち、あのなんかそっちの辺に行ってきて、おー、でも別にできる範囲にいいんです。はい、一番メインはこれと、おお、そう、かけてたんですか。かけてんねん、ここが。そしたら割れとかけ1点ずついきましょうか。はい、でこれが割れと、はい、あとかけてんのを、これっていけますかね。あ、大丈夫だと思いますよ。いける、はい、大丈夫です。差し押すと先生、これ外してもいい。はい、どうです、ついてる、ついてる、あった、あ、ダメですね。何ですか、使わないですね。これなんか次を作った方がいいですね。え、はい、ちょっとこれ、あ、そっちありますね。はい、で、すぐすぐ、まずこたった方がいい。はい、で、同じ量を、あ、もうちょい入れちゃっていいですね。結構塗るんで、あ、そのぐらいで大丈夫です。私、この朝のぐらいで大丈夫です。ハイレモンの匂いがする。で、あの感覚的に構わないんですけど、同じ量ぐらいの粉、それをトン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 って。はい、しかないです。え、開かない。しかない。滑らかになるようにテレビっていうのを加えて。テレビ。で、これを、一滴二滴ちょっと垂らします。一滴二滴ここに。二滴ぐらい。それで混ぜてください。竹べらありましたね。これかな。あ、そうですね。はい。どうでしょうか。いいと思います。あ、すごい綺麗。お、褒められましたね、珍しく。下処理がガタガタだとここがすごい綺麗に出ないんですね。あ、そうなんだ、ね、だから本当に滑らかにこうやって、ということで金継ぎ無事終わりました。イエーイ、ありがとうございました。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。おすびの皆さん、ありがとうございました。おすびの皆さん、ありがとうございました。じゃん、こんな感じで出来上がりました。私はこのお皿とフォークは残念ながらちょっとあの未遂に終わってしまいましたが、また今度。ゆうすけさんも、はい、僕もこのしゅうちゃんとこにお嫁に行くこのお皿とかの修繕を、もうこれ何年も気になってなかった。めっちゃ可愛いよな、めっちゃ可愛いよな、めっちゃ可愛い、めっちゃ細くしてみました。すごい綺麗、回転なんか、これもとっても可愛いお皿で、これもポイントになりました、ね、逆に金継ぎしたらなんかいいよね、ね、味になったね、うん、味になってよかったです。ひーちゃんのはすごいね、この線が2つ、かわいい、かわいい、この間のやつをちょっとやりました。かわいい、かわいいっていうのもね、ありやすいからね、かわいい、包丁がガンっていっちゃう。あー、それは割れるけど、でもいい感じ、でもそのゴールドが逆にポイントになってかわいい、うん、という感じでですね、これを長く皆さんが使っていけるような感じ、なんか歴史を刻んだ感じがするね、今日という日の思い出も、いや、ほんまに、ね、うん、はい、いいになりました。刻んだ、刻んだ、刻んだ、そう、簡単金継ぎは、この辺に URL 載せといてもらうんですけど、おむすびさん、表参道にあるおむすびさんのワークショップで受けることができます。今日もこちらで開催していただきました、はい、ちょっと私たちも飲みながら食べながらやっちゃってるんですけれども、あのそんな感じでぜひ皆さん参考になったら嬉しいです。はい、飲みながら食べながらやってやってます
本当はそういうの多分できないかもしれない撮影でちょっと時間がねちょっといつもより長かったんで、ありがとうございます。そんな感じでやらせていただきました。皆さんチャンネル登録とコメントもお待ちしてます。ありがとうございました。またね、バイバイ。またね。